ってんだろう私。相沢、ここにいたか。時坂に柊木さん、どうしてここに？いろいろあってな。とにかく無事でよかったぜ。ええ、どうやら大事に至らずに済んだみたいね。ん？まあ気にしないでくれ。それよりお前、退部届を出しちまったんだってな。あんたには関係ないでしょ。まあそうだな。俺も中学で部活を辞めた口だし、辞めるのは個人の勝手だけどな。空手部の連中は心配してたぞ。部長さんも、もちろん空もな。もう疲れたのよ。これ以上惨めな思いをしたくないの。あの子が、空が入ってきて、最初はほんあれだけ有望な後輩、どこまで伸びるか楽しみだった。何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが。でもある時、瞬発力にパワー、体幹の強さに古流の空手で磨いたらしい。技のキレや格闘センスそのもの、あの子が私とは次元の違う本物の天才だってことに。今はギリギリ私が上だけど、すぐあっという間に追い抜かれる。それに気づいてからあの子に笑顔を返せなくなって、空への真っ黒な気持ちを、お可愛かったはずの後輩に辛く当たってしまうようになって、そうしたらそんな自分にますます嫌気がさしてきちゃって。相沢、ああ本当情けないよね。小さい頃から迷いなくひたすら空手に打ち込んできたつもりだったけど、才能の差を見せつけられたくらいで。いや、俺も少しは分かるような気がするぜ。5年以上前になるか、じいさんの道場で空と一緒に稽古をしてた時のことだ。外見こそガキそのものだったが、心から楽しそうに、ただまっすぐに稽古に打ち込んでてな。子供心に眩しいって思ったもんだ。その後俺は中学くらいにじいさんの道場に行かなくなったが、今考えりゃあの時の空みたいに自分がまっすぐに打ち込めない、心から楽しんで武術に取り組める才能がないって気づいたのが理由の一つだったかもしれねえ。そう思って。そっか。でもよ、別にそれでもいいんじゃねえか。え？嫉妬なんて誰にでもあることだろう。それ自体はそこまで恥ずかしがることじゃねえ。それに空にしたって完全無欠の天才、現にちょっとしたいさかい程度で技や動きのキレが鈍るくらいだ。まだ一年坊、心の鍛錬はこれからだって証拠じゃ。俺が言うのもなんだが、修行不足はお互い様だろ。先輩とか後輩とか、そうしたらお互いに分かり合えるんじゃねえか。時坂、もう遅いわよ。だってあ、空にあんなひどいこと言っちゃったんだよ。あんたさえいなければ、あんたさえいなければこんな思いをしなくて済んだのに。相沢、それは、今さら許してもらえるわけないじゃない。いけない。相沢、
リプス、やはり得意点として働く。強く先輩、あなたは。ソラ、どうしてここに。その千秋先輩の悲鳴が聞こえてきて、